こんにちは。体の枝10枚勝負です。今日は2023年の3月12日を4時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 43.11 ということで、こちらですね、ここ2時間ぐらいですかね、まあ、昼過ぎてからなんですけど、2円ぐらいこうバーンと41円の前半から43円の前半まで、上がってきているということですね。ちょっと何があったのかはちょっとわかりませんけども、まあ、シルバーバレー、あ、シルバー、シリコン、ごっちゃになっちゃいましたね。シリコンバレー銀行とかね、まあ、そのあたりの話が、なんか落ち着いたんでしょうかね。はい、他の通貨も軒並み上げてますね。はい。はい、日足で見ても、ここずっとね、あの55円のあたりから落ちてきて、もう毎日とは言いませんけど、このおはぎゃとかね、よくツイートで、見たんですけど、それがね、ちょっと少なくとも翌朝は聞かなくても良さそうだなということでちょっと安心してますし、この要請ちょっとこの中ではね、大きいところなので、まあ、反転の暮らしであってほしいなというところです。はい、私自身はここの1月のこの上げを見てね、この2年前のこの1月と2月の関係みたいにね、2月3月あたりでボーンと伸びてほしいな。まあできればね、同じ2月でポンと伸びてくれたらいいなと思ったけど、そういかなかったし、3月もこう落ち気味だったんでね、非常に暗い、ちょっと感じだったんですけど、ちょっと今のでね、来週がどうなるかはありますけど、ちょっとね、暗い気持ちがちょっと明るくなってよかったなというところです。ツイッター見ていきます。はい、日経電信版ですね。シリコンバレー銀行の破綻は対岸の火事かと、危うい債権遺贈、金融庁警鐘を鳴らすということですね。シリコンバレーバンクが10日、日本の預金保険機構に相当する連邦、米連邦預金保険公社の管轄下に入り、事実上破綻した。市場で運用する有価証券を抱えた多額の含み損が直撃し、信用不安による預金流出が流動性危機を招いた。この破綻劇は日本にとっても対岸の火事と言い切れない。ビジネスモデルは日本の地銀と似通っており、金融庁も警戒を強めておると。地銀だけなんですかね。はい、金融庁の人が自分たちの問題意識がにわかに現実になったことに驚いた。2022年12月、金融庁は経営体力と比べ過大なリスクを負っていないか地銀の重点検証を始めたばかりだ。地銀が抱える有価証券、とりわけ外国債券、米国債の状況を注意深く見るためだ。各地域の影響の大きい中規模維持の地銀約20個をピックアップしたと。はい、もうこんなことはなんかもう何十年も言い続けてる感じがしますけどね。はい、最後。スタートアップの大口預金を依存していた SVB と比べ、日本の地銀は預金者に個人が多く、資金の逃げ足は早くない。いたずらに不安がある必要はないが、債券運用依存のビジネスモデルに問題がないか、点検は喫緊の課題だと。なるほどね。はい。ということで、まあ、日本ではね、さすがに、取り付け騒ぎはないと思うんですけど、でも、だんだん、やっぱりね、まあ、日本円もとか日本の銀行もやばいなっていうのが、まあ、広まってくると、まあ、仮想通貨の方もだんだん注目されていくということになればいいなと思います。はい、これは、夕方の5時発信なので、まあ、これと同じような記事があるとしたら、月曜の朝刊ですかね。はい、愛知さん、シリコンバレー銀行の破綻におけるステーブルコインの信頼性についてのスレッドは9番ぐらいからジェドについての話。ざっくり書くと、ジェドは法定通貨担保型ではないから銀行破綻からの影響はここに比べて低いよ。アンド・チャールズもそこは考えていたのではないかという内容です。はい、9番ですが、ジェドはエイダでのみ担保されています。したがって影響ははるかに間接的です。エイダの価格が強く影響を受けた場合にのみ、そのパリティに問題を引き起こす可能性があります。過剰担保パラメータはその下限レベルで 400% を超えていることを思い出してください。実際、ジェドはこの状況からより強く出現し、銀行システムのステミックリスクに対する保護が強化されているため、市場に勝ち取っているはずです。
いつ会うつけか体の作成し、失敗した従来の銀行システムの強い断絶を予見しました。はい、このステーブルコインについてもっと知りたい場合は、このエピソードを聞いてくださいということで、まあ、ジェドの説明ですけど、まあ、ジェドの説明はいろんなところにありますので、ちょっとググれば出てきますけど、まあ、担保がね、さっき400%っていう必要がありますけど、まあ、十分取ってやるという考え方ですが、まあ、そこだけじゃなくて、いろんなところにまあリスクが潜んでいるので、まあ、実績を出さない限りはね、なかなか、信用してもらえないところもあると思うんですけど、まあ、そうは言っても、このエイダでのみ担保されているというところが、まあ、どう効いてくるのかっていうのがね、ちょっとまあ私が説明できるほど理解していないので、ちょっとここから喋れませんけど、まあ、これがどう信用に、ね、なっていくのか、そこを期待したいですよね。はい、変わりまして、体のエイディさん、チャールズさんのリツイートですね。これ日本語訳ですけどね。兄さん、高圧医学の認定おめでとうございます。状態を治療するだけでなく、治療と回復を行う医学の分野を習得するための長い旅の、最初のステップ。こちらに、ここに、チャールズさんじゃなくて、ウィリアム・ホスキンソンさんという方がいらっしゃいますね。はい、シポさん、エポックな日々、シリーズ連載、進化する体のベーシック、2回目、体の独自の開発アプローチとロードマップ、そして現在、過去、未来と。はい、シポさんがね、非常に実績がある方ですけど、新たにね、この、最近、連載を始めたということで、今回は、開発アプローチ、ロードマップということで、ちょっと見ていきますと、他のブロックチェーンプロジェクトと一線を画す体の独自の開発アプローチ、体の開発ロードマップの現在地。ロードマップとは、バイロン基礎フェーズ、2015年に開発が始まり、2年後の2017年に連合型ネットワークが開始。シリ、ブロックチェーンの分散化、非中央集権化、語源、ネイティブトークンとスマートコントラクトの導入、場所、体のスケーリング、ボルテル、自己、持続性とガバナンスということで、最後に体の未来と展望というふうに、締めています。まあ、これはね、なんとなくは、まあ、皆さん分かってるし、詳しく知ってる方もいらっしゃると思いますけど、まあ、ちょうど出てきているので、新しく、体のコミュニティに入っている方に見ていただくにはちょうどいいかなと思いますね。はい、今ね、コミュニティと、言って私が思い、出すのはこちらですね。MA さん、今年も5月のエキスポのお手伝いに入らせていただきます。皆様よろしくお願いします。ということでお願いします。最近ちょっとこの準備をまた始めてますので、ね、いろいろお伝えしていきたいと思いますけど、5月の、10日から、こちらのビッグサイトでありますので、またね、お越しいただければと思います。はい、クリプト組長ちゃん、プレで買ったエイダの還元作業をしていない人ちらほら見るけど、思ってる以上にまだいるのかもしれない。ICO 購入で結局電子ゴミになった通貨や上場すらしなかった通貨ならまだ諦めもつくかもだけど、現時点なら ICO から100倍以上になっているから、何が何でも還元しないと自分なら後悔してもしきれないということですね。まあ、こういう方は私も見かけたということですけど、まあ、私もたまに聞きますよね。はい、で、まあ、いろんな、まあ、これに限らずいろんな情報を聞くのに、ちょうど今言ったエキスポもいい場になってると思うんで、まあ、こういう問題がね、解決できるとは限りませんけども、ちょっと新しい情報だとか、なんていうかね、普段ない人脈とかをちょっとね、構築するためにも、来ていただければいいかなというふうに思います。はい、ナップさん、ナップナップ2、ご委任者様へ、いつも大変お世話になっています。グラファナのセキュリティ強化の管理報告動画を作りました。イラストでなるべく、簡単に説明しましたので、ということで、委任者様へということですけど、こちらね、セキュリティの話をされているので、ちょっとご覧いただけると、いいかなと思いますね。はい、ユニオさん、今日はこちらでお話しさせてもらっています。CNFT テーマに行って、お話ししてますということで、ボスキャットロケットクラブのツイッタースペースですね。はい、こちら。Started はい、like we want to reach out to ユニオthe さん、Japanese 野村community さん、and ボスキャッ from what I トロ heard, ケッyou know, トクyou ラブ have さん、been メインさん、ギ doing ンさ this ん、野村 work さん、ですね。for はい、quite a while. ちょっと So do 私 you も have 手伝い any いただければと思います。advice ちょっと手for 伝いで us すけどね。for a はい、今日も project 手伝いで that きればと is trying to 思い reach ま out to す。the community? Like project mentioned なんか、like most of the major Cardano 今日、related 昨日ぐらい events. からツイートで So as I 流れて mentioned, くa る lot の of がね、だい Japan is ぶ about just なんか変like わったような感じがして、ちょっと knowing 私the 聞いて people. ます。
And usually there's like a course set of people that are best to know. So if you want, you can just DM me and I can send you a list of contacts and introduce you to some people if you're interested. Hey, that's very awesome, man. Yeah, I mean, if you ever... 14,912×43.09 で元本が10万円ですので、計算しますと、50万戻りましたね。503,816円のプラスということになりまして、503% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。